写真大学、今回はですね、グラビア界の金、山岸真さんのアトリエにやってまいりました。よろしくお願いします。最初写真を志したところ辺から話聞かせてもらって。ああ、いいですね。いやもう、はい、僕あの親父がね、お父さんはこれ親父が描いてるんですけど、ここにも親父の名前が入ってるんですけど、はいはい、まあ親父が本当に写真が好きだったんで、うん、たまたま僕らの頃って、はい、写真が、写真撮るってなかなかいないですよね。なるほど。あの二眼レフを親父が持ってて、はいはい、でその二眼レフで姉と僕をしょっちゅう親父が撮ってたっていう。親父は一人は教育者にしたいんです。一人はなんか芸術家とか、うん、で死ぬ時に姉は小学校の先生で僕はカメラマンじゃないですか、はい、なんか子育てが成功したっていう。なるほど。喜んで。なるほど。喜んでましたけど、僕もだから芸術家にはなれなかったけども、まあ、親父にすると、まあ、自分が思った生き方に沿ってやってくれたんだなみたいなことは親父的には思ったと、うん、この竹下夢二の親父がずっと日本中回って夢二が帰ったところに行って、うん、なんかその空気触れてるだけなんですけど、うん、で僕が一緒に行って、うん、だからその頃からも写真撮らされて、うん、そんな感じでこう来たんで、なんか当たり前にこう写真は他の人よりは写真に、いやいやそれはもう全然そうですね。そうなんですよ。写真家なのかなと思ったのが一応あの、一応僕ね写真学校とか行ったんですけど、はい、つまんなくてすぐやめたんですよ。それは専門学校、そうです、マージャンばっかりしてて、マージャンばっかりしててであの、はい、デザイン事務所とか、はい、ちょっと現像所とかアルバイトに行ったりして、うん、うちの姉の、うん、教員になられた同級生が、はい、代理店の人と結婚して、代理店の方が渡辺プロダクションの仕事してると、でその人に会いに行ったらって会いに行ったんですよ、うん、で紹介してもらってそのまま契約社員になってずるっと、で渡辺プロで6年ぐらい給料もらって、うん、当時はやっぱりあの長友健一さんとか、はい、高名な方たちがみんな、うん、あの入り込んでて、うん、まあ見るチャンスがいっぱいあったんで、だからもう半年もしないうちにこう写真をちゃんと一人前に行ったらおかしいですけど、はい、撮れるようになって。それ何歳ぐらいですか？29、30ぐらいです。なるほど。それからこう転機になって、ね、仕事バーッと来るようになったっていうのは何かあるんですか？西田敏行さん。あ、西田敏行さん、あの渡辺プロにいる時に、はい、仕事をしてる時に、はい、西田さんと知り合ったんです。はいはい、西田敏行さん、はい、こう渡辺プロはあの契約なんで、うん、よそでも仕事をしていいわけですよ、うん、相手では、はいはい、当時の CBS ソニーの人と友達になって、はい、でその人が声かけてくれて、うん、西田敏行さんの仕事やるなって言われて、はい、ああテレビで見たことあるっていう感じですよ、はいはい、でエコジャケットを当時の撮りに行った時に一日待たされたんですよ、うん、なんか産休先生っていうドラマだったんですけど、うん、朝行ったのに夕方になっちゃって、うん、日が落ちそうなのに、うん、ごめんねどうも申し訳なかった西田さんが来て、うん、で写真撮ったら、はい、飯行くかって言われて、はいはい、そのままずるって言ったんですよ、はいはい、そっからもう気に入られちゃって、もうそれからもうずっと専属みたいな西田さん、そしたら渡辺プロちょうど社長が亡くなったり、うん、当時難しかった時に、うん、その時にちょっと肩叩かれて、そろそろ独立していいんじゃないって、はい、だからもうその時はありがとうございましたって言って、はい、辞めて、それからまあ独立。なるほど。だってすでにその時にもう事務所を持ってたんですよ。へえ。西田敏行さんの仕事ほとんどやってたんで、疲れてたんでしょうね、ずっとそれやってたんですからね。まあ僕は今でもね、最近会わないですけど兄のように思ってます。うん、で僕にはやっぱり西田敏行さんが写真ってハートなんだよっていうのを教えてくれたっていう。なるほど。写真はハート。だからその笑いって言われてもなかなか笑えないんだよっていうのを教えてもらって、うん、アイドルは笑顔が一番なんだよって、うん、この写真があのたくさんの人が見た時に、うん、あのツンとした顔よりは笑顔の写真を見て会いたいって君に思ったりするんだから、うん、笑ってねとは言うけど、うん、なんか男性には言えないですね。なんかグラビアっていうのはどっからグラビアになったんですか？いや、もともと西田敏行さん撮られてて、それもだけど皆さんね、どうもグラビアってグラビア印刷のことなんですよね、うん、それがなんか
週刊誌の女性のグラビア写真を、うん、あグラビア印刷されたものをグラビアって言ってるじゃないですか、うん、基本、はい、だから男性でも料理でもみんなグラビアなんですね。そうそうですね。で僕ら撮ってるのはたまたま女の子だったんで、うんまあ、グラビア写真って言われるようになったんですけども、うんうんまあ、僕はあの渡辺プロの延長戦でタレントを取り出して、はい、西田さん俊之さんと出会って、はい、そこで安田成美さんっていう女の子と出会って、はい、で彼女が、モデルさんで西田さんのところに来て、うんうん、西田俊之さんのマネージャーに「うん、おい可愛い子うち行くんだよ今度、うん、ちょっと見てくれ」って言って「うん、はい」って言って、うん、市ヶ谷のルノワールに、うん、あの呼ばれて。うんでそこで待ってたんですよ。来ないんですよ、はい、1時間経ってもくらい、はい、2時間経ってもくらい、3時間経ってもくらい、また来ない。でその間マネージャーは携帯ないんで、うん、彼女の自宅に電話したら彼女は出てると、はい、会いに、はい、彼女はね、どうも品川町のルノワールにいたらしいんです。なるほど。1ぐらいのルノワール。彼女が来た時はもう4時間ぐらいだった。彼女が来た瞬間、うん、えっと思って、うん、うわすごいこの子、うん、って言ってすぐ千鳥ヶ淵の公園連れて写真撮ったんですよ、うん、デビュー前ですか。デビュー前です、もう制服着てこんな長い中、スカートで、なんかその時天使にやってる気がして、うん、でこの子撮ったら僕売れちゃうんじゃないかと思ったんですよ、うん、でその時初めて前からこう少しずつ仕事をしていって、うん、週刊プレイボーイのグラビアの担当の 編集者の方ですけど、順番で待っててって言って、今野村誠一君がやってるから、はい、その次君を必ず LINE に載せるから待ってろって言って、うん、で僕はずっと待ってたんですけど、はいはい、でその方に写真持って行ったんです、はいはい、そしたら「いいね」って言ってくれて、うん、で1ページぐらいのなんか白黒ライブ撮らせてくれるんで、うん、で そしたらグラビア班みたいなのが来て、うん、でグラビア撮ったら、うん、コマーシャル彼女決まっそれを見て決まったらしくて、うんうん、で事務所西田さんの事務所 あのマネージャーの山岸コマーシャルの雪印だよ、うん、みたいな感じで、うん、撮らせてもらって、うん、それがなんかその時にいやこの子売れちゃうなって自分でまた確信持って。なるほど。ドクマジャパンに当時僕がお世話になった三浦幸喜さん大プロデューサーがいたんですよ。ああ有楽を聞いて、その人に持ってったら僕のことしんちゃんって言うんですよ。しんちゃんいいじゃんって顔見た写真見たんだけど、うん、これ今さうちで博物を組んで風の谷のナウシカのイメージドール応募してるんだよ。ナウシカの応募させろって、うん、あ分かりました、うん、で彼女が1位になってナウシカがなるほど。でそこから僕に彼女の仕事全部くれた、もう全てですね、で僕はそこで初めて本当のグラビアらしいグラビアをあちこちの出版社が安田成美を撮りたいって事務所に来ると、うん、僕が付属でついてるって。プレイボーイの表紙を撮って、うん、安田成美撮って、うん、そういうのは全部くれるんです、うん、それはスコラって雑誌でちょっとうちでちょっとストックがないとか言われて、はい、取り出して、うん、うちにグラビアをバンバン来る。バンバン来る。だから安田から始まったんですね。そうです。でもその時は西田敏行さん。そうです。はい。でいやその時に、うん、南野陽子ちゃんみたいなんです。ああ南野陽子ちゃんスケバンデカ。え同じ事務所青年座って。あそうなんですね。で、うん、南野陽子さんも合わされたんですよ。うん、青年座で一番最初に青年座は僕に全部こう、うん、そういうのを言ってくれて当時。だけど陽子ちゃんも東京出てきたその日に会ってでなんか、うん、そのラインはどうも。ヤングマガジン CBS ソニーとい こうラインがこうできたみたいなね、はい、で安田は違 こう単独のこうラインだったの、うん、で僕は安田係になって、うん、安田をずっと取るで陽子ちゃんは野村誠一さんとこ行って、うん、で大々的にデビューした、うん、その時にこれ本当かどうか分かんないですけど、うん、一回野村誠一さんに聞こうと思ってんだけど徳馬ジャパンがどうしても風の谷のラジカのプロモーションのためにヤングマガジンに出したい、うんでそれはもう野村誠一って決まってる、うん、山川、うん、だからこれはねちょっとまあ当時安田のマネージャー僕のこと呼びつけておい毎日って言うんですけどおめえさって今回さ野村誠一だってレコード会社が
わーわー言うから一回撮ってくるよ、うん、その時に帰ってきたから、うん、お前さ、野村がよ、野村誠一って言うんだよ、うん、あいつさ、お前に撮ってもらったらスターになれないよって言ったんだよって、うん、ね、だから山口さんみたいな人に撮ってもダメでしょ、スターにならないでしょって言ったって言うよ、それは本当かどうしても分かんないけど、うん、だけど頑張れと、うん、お前頑張れよって、うん、吉田はもうお前しか撮らせないから、うん、頑張れって言って、うん、僕泣きましたよ、その時。なるほど。野村誠一さんは山口さんより年上ですか？年下ですね、年下、1個上で、まあ同世代だと。そうですね、もう彼はあのなんかね、運命っていうかね、最近はね、うん、あのフェイスブックでやり取りして、うん、頑張ってとかいろいろこうお互いにやるんだけど、じゃあもうなんか2人ともなんかもう彼は彼はもうしてたんですよ。そうですね、彼がやっぱりスターだったの当時ね、うん、僕はやっぱりその憧れの、うん、年は下でも、うん、やっぱ憧れってあるじゃないですか、うん、年関係ないですよね、写真世界、うん、だからまあ野村誠一に負けないように頑張ろうと思って、うん、安田にも一生懸命取ろうと思って、うん、だけどまあおかげさまでですよね、うん、まあその時安田成美さんを取ってて僕は、まあ、すごく良かったなと思います、うん、その後ですよ、イエローキャブの野田社長が僕を気に入って、はいはいはい、なるほど、あのまあイエローキャブ、彼はグラビアをものすごい理解してて、うん、でどうすれば売れるっていうのが分かってて、うん、だからうまく僕と野村誠一さんをうまく交互に使って、うん、明るい写真は山口さん、うん、ちょっと 色気がある野村誠一さんを、うん、振り戻しみたいなやりながら、うん、なるほど、で2人は違うところで仕事してるんで、うん、だから2人の力を持てば、うん、露出度は上がるわけです、うん、だけどなんかその野田社長の写真のセレクトは間違ってなかったような気がしますね。なるほど。野村さんはやっぱり太陽にしたらあんまり遠くもなかったし、うん、僕はどっちかというと太陽にして撮っちゃう、うん、バカみたいなカメラマンだって、いやいや、安田成美さんは野田社長、うんうん、そういう流れでした。なるほど。そのライバルとかにも呼ばれるようになるじゃないですか、うん、当然、うん、野田ばっかりやってんじゃないよ、うん、自分も撮れよとかっていう、うん、こうなんかでどん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 僕が忙しくなって、写真集も何冊出されてるんですか？400ぐらいは出してるんですよ。400、はい、まあ、蘇生乱造なんで一番出してるんじゃないですか、日本人で蘇生乱造いやいやいや、もうその頃どうなんですか、毎日撮影なんですか？毎日ですよ、いやもう本当に例えばサイパンで撮影して、うん、なんかトランジットで、うん、あれだ、成田に、うん、あの女子が来て、うん、フィルム持って行って、うん、パリ行くとか、ああそれは現像を撮ったものを出して、そうで今度そのままそうです、だからなんかお正月は、うん、クリスマス前からハワイに行って、うん、で混む前でしょ、うん、で料金安い、うん、で11日までって決まってるんですよ、うん、大体芸能界の人って11日までハワイに行きゃならない理由があるんですよ。え、何でなんですか？大手プロダクションの社長さんの誕生日やるってハワイで、だからそこに合わせて皆さん来るわけですよ。あそれ終わるとみんな帰っちゃうんですよ。なるほど。だから僕らはずっと各事務所の女の子を撮影ずっとしてるわけです。11日まで。そう。そうするとそのイエローキャブだけじゃなくて、うん、そのこう会社の女の子たちもみんな撮って、うん、ハワイに行ってるってみんななんかいいねって言うんですけど、ハワイでずっと仕事しっぱなしで、なるほど、朝起きたらスパゴニみたいな朝ごはん、ね、でロケ地行って、うん、でなんか眠そうなタレントグラビア行って、うん、起きて起きて起きて言いながら、だけどあの1回でハワイ行くと4冊ぐらい写真集できちゃうんですよ。すごいそんな時代だったんですね。もう本当にあのフィルムの使用量は日本一の時あったんで、はいはいはい、フジフィルムのもう一度おさらいしておきますとベルギアプロリア、はいはい、ベルギアプロリア日本一の使用量、はい、もう本当に月間200万とかね。そうですよね。あのまあもうこんなんですね多分ね。いやもうあのうちに、はい、あのクリエイトっていう、はいはいはい、建造所の一人社員のうちに常勤だったんですよ。あ、神田クリエイト、1日4便要するに朝来て僕の持って行って出来上がってテストを持ってくる、うん、テストを持ってみて本番入る、はい、またその繰り返しでずっと
5年ぐらい落ちてたんですよね。あピクトル2台入ってたんですよ、へプリン、だってピクトルで焼いて、うん、ピクトルって1台400万ぐらいするんですよ、はいはいはい、それに2台入れて、それでもう写真集ピクトルで出してた、そのまま原稿にして、渡辺プロでもらったお金は、うん、全部事務所に入れてたんです。あだから事務所を持てる人間じゃないのに事務所を作って、そこに助手がいたんです、うん、それから24時間プリント、うん、当時はやっぱり洗剤とか取ると100枚とか200枚とか300枚ってくらいで事務所に配るんで、はいはい、デリーの子とか、うん、でそれをもう夜中に焼いて、うん、1枚70円とか、うん、もうだけど楽しいわけじゃないですか、うん、プリントを、はいはいはい、ただでできるようにもうバッタンバッタンやって、うん、で100枚とか200枚納品すると、うん、給料の他にプリント代も減るじゃないですか、うん、まあまあまあ何パーするでね、給料以上にもお金が、そうなんです、だからあのそうやってなんか写真を日銭のように働きながら来たっていう、うん、だから他の人とは違うんで、この番組に出たくなかったのは、うん、実はもう生き方が違いすぎて、うん、皆さんとね、こうたくさんの人たち、写真家の人たちいるけど、僕と同じような生き方した人は誰もいないんで、だからいいんじゃないですか、うん、だけど周りから見たら、うん、やっぱりそうは思われてないんだろうなと思ったり、いやいやそんなことないです、まあ、正解なんてないんですから、はい、だから何が正解かはもう多分僕もわからないですし、多分まあ自分で信じてやるしかないですけど、多分その多分いろんなタイプの人が多分いて、それをなるべくいろんな若い人にまあ知っていただいて、でまあ自分で決めていけばいいだけなんで、うん、だからそれは何が正しいとか、その芸術だったら正しいとか、うん、そんなことは多分ないと僕は思います。だからあの一番最初に選手をお会いした時に言ったように、はい、僕は本当に典型的な商業カメラマンなんで、うん、そのこれを撮ってって言われて、うん、いくらですかっていう仕事の、うん、をもらってるわけです。28って女子いたんです。自分のできないのが女子にやってもらうっていうのを典型的にこう人出会いじゃないですか、うん、だけど自分の給料は少なくても女子に金を払うと。なるほど。だからそれは今でも続いてるんです、うん、で一番多い時は4人とかいて、事務所のなんかあの番長になった頃は7人ぐらいいて、うん、7人、そうなんです。だから僕は働いたお金を自分に投資してるつもりが、助手とか山西事務所に投資してるんですよ。だからあの本当のこと言って、なんか周りの人は僕がすごく金儲けが上手くて、なんかお金がいっぱい持ってるって言うけども、あの全部助手35人ぐらい OB いるんですけど、あのその子たちにみんな突っ込んで、実はロケもやっぱり2人3人連れて行って海外に、その分は僕のギャラを安くしちゃってなんですよ。だからあのみんなに経験させた方がいいと思って、なるほど、まあエロ雑誌とかしいけど、いやいやいや僕がやってたような雑誌はもう文化ですからね開いたうちの女子たちがエロの週刊誌に出てるわけですよ、大喜利がね、だからそれはすごく僕にとっては嬉しいことだし、はい、みんななんか僕のなんか歩んできた後のね、うんうん、で全く正反対に写真家になろうと思って努力してる人もいるしね、うん、それは僕が一つだけ自慢できるのは、うん、助手をいっぱい使ってて、うん、その子たちが仕事をしてられるっていう、うん、これはね誰にも負けない、これは声を大にして、なるほど、本当に、うん、弟子もでもこうちょうど育った頃に辞めていくじゃないですか。僕は弟子じゃないんでね、アシスタントなんで、あ給料払わなくなったらいなくなるじゃないですか。なるほど、ね、だからよその人たちは弟子って言ってる人たちはどういうふうにしてるのか分かんないですけども、うん、僕とはアシスタントなんで、給料を払わなかったら多分2ヶ月でぐらいで辞めるだろう。なじみました。これが真実でしょ。いや嘘じゃないですよ。だって食べていけないもんね、みんな、ね、うん、いつ辞めようかなっていつも思ってるんですよ、うん、だからもうただ責任っていうかね、はい、誰と戦ってるわけでもないんですけど、うん、やっぱり山口さん景気悪くなったんだって言われるのも嫌だし、景気なんかとっくに悪いのに、うん、頑張ってきたんだけど、うん、なんかそういう流れにこう
飲み込まれていくのは嫌だなと思って頑張ってくれるんですけどね、うんうん、ただ運がね本当にいいんで、あの今までこう生きてきて運と付き合いですね運と付き合い、運と付き合いですね、はい、だから出会いですね。まあでも写真家は必要ですよね、運と付き合い。あ、絶対そうです、うん、だから僕は今あのこの瞬間の顔って撮ってるのが、はい、一番最初は西田敏行さんとか、うん、吉田秀彦さんとか世話になった人を撮ろうと思って、うん、もう一回この人たちに僕はお返しができるのは何だろうと思って写真を撮ろうと思ったんです、うん、ところがやっぱり結局は迷惑かけてるんですよ、うん、誰か紹介してくださいとか言って、ね、だけどあのこっから始まっていって今815人なんですよ、東京型の12で、来年13やるんですよ。あ、で今もゴール12なんですね。そうなんです。そうすると1000人取ったら僕はやめようと思ってですね。なるほど。1000人まではどっちもやろうと思ってですよ。それは数にこだわるっていうか、僕のね、写真師もそうなんですけど、数にこだわってるんですよ。なんで自分なりの。まあです。僕これ万栄競馬って言うんですけど、はい、ほとんど競馬の写真がないんです。競馬の写真撮ればもう少しお金になるんですけど、試合っていうよりもストーリー、朝の調教が好き で、うん、で最初はここ僕のなんか何ですかね、安らぎの場というか、うん、馬の息とか、はい、朝なんか馬と一緒にいれる、うん、誰もいないところを、うん、でそれを見てるだけでなんかすごい癒されてたんで、はい、それがずっとなって、だからほとんど静かなところで足の音だけ聞こえるみたいな、ほとんど競馬は撮ってないですよね。表紙はどういう写真ですか。これはここから神様が降りた。なるほど、はい、1年間通いましたね、今日は。そうなんですか、はい、駐車場で寝て、お正月に。で、やっぱり本殿に上がるんで、はい、正座じゃないですか、はいはい、普段正座とかしないんで、うん、立ち上がれないんですよね、痛くて。あ、しびれてね、上がりますね本当になんか、だけどここの宮司様がすごく優しくて、すごく僕のことを思ってくれて、本当に人との出会いだけですけど、僕が写真撮らせていただくのは。で、何気なくこれ41年に1回とかっていう修復なんで、前回は昭和12年だったんですね。なるほど。こういうところに上がらせていただくだけでもなんか感謝ですよね。なるほど。なんか写真って感謝しかないですよね。なるほど。被写体に対してもそうです、うん、写真は感謝。そうですね、うん、被写体に対してやっぱりいつも、なんか自分の願いが叶うっていうのも写真ですよね、はい、写真の本当の力を見せなきゃいけないなって自分は思ってんですよ、うんうん、どっかでそれが自分の手順だし、来ました、はい、うん、親父がやっぱり僕にこう写真をやらせたかったっていう、うん、その部分も含めて、うん、今あの入れ墨の写真出してるんですけど、うん、ずっと考えてたのは、うん、これ37年になるかな、うん、米米クラブの石井さんと2人で作ったものなんですよ。あ、そうなんですね。で、僕が何気にこれをずっと撮り続けて、うん、35年前に CG 使ってこんなことやってたんですよ、はい、なるほど。で、まあ、ニューヨークで写真展とかやって、うん、まあ、金振りですけど、うん、だけど今やったら、うん、一昨年かな、キヤノン の、うん、あの写真展キヤノンでやったらすごい人が来てくれて、うん、でいつかは石井さんにもう一回ね、うん、女性に描いてもらおうと思ってたんですよ。なるほど。こういうのペイントうん、ずっと思ってたんですよ、うん、で今回あの入れ墨の写真展やってて、はい、ああ石井さんにやっぱり頼みに行こうって思ったんですよね、うん、そしたら向こうから連絡して、来週ラジオのゲストに出てって言われて、うん、あ、その時にあの写真を持って行って、うん、こういうことやったんだけど、うん、石井さんちょっと女性に書いてくんない、こういうのって何か。また繋がりますね。だからそれはね、ずっと思ったのはやっぱりあるんですよ、ね、うん、そこはやっぱりそういうなんか写真を神様が撮れっていう、うん、言ってますね。言ってますよね、うん。